ご紹介からさせていただきたいと思います。まずご紹介する最初のメンバー誰だ。ぽくな。はい、じゃあひーくんいきましょう。はい、ではひーくんです。ひーくんですね、頭には黄色い丸い小ぶりもの、そしててっぺんには緑の葉っぱが乗っています。こちら宮崎県の特産物日向夏のかぶり物をかぶっております。ひーくん大好きな日向夏のかぶり物をかぶって宮崎の美味しいものを全国に PR しています。そのままひーくんの性格と言いますと、とってもしっかり者でリーダー的な男の子になっておりますが、のんびりしたりひーくんワールドにいきなり入っちゃう男の子でもございますのでね、そんなこと言わんでって、もう今日のねこの何分かですごいそれが伝わった。なあ、どうしたの、なんだその講座も可愛いから許しますけどね、まあ、こんなひーくんの応援のほうよろしくお願いいたします。さあ、むちゃんなんかバタバタしちょるけど、ひーくんはもう終わったから、むちゃんとバタンタッチしてください。だってそのおもちゃを光らせないでくださいね、姉さん。それ絶対言葉にはしませんからね。はい、ではお待たせしました、むちゃんです。むちゃん頭の上には宮崎県の木フェニックスが乗っています。とってもオシャレが大好きなむーちゃん、この時間はパレードマークの次にちょっとおすすめしたいひなたの T シャツでやってまいりました。ほらかわいいね、お耳にもひなたのお揃いにしてきたな。さすがオシャレっ子ですね、かわいらしい、かわいい、かわいいね。ちょうど今日のこのひなたのような天気にはぴったりなんじゃないですかね。かわいい、いいと思います。でもむーちゃんさ、まあたくさんお洋服持ってるけど、まだねトレードマークのお洋服を紹介していないので、その紹介を皆さんにお願いします。むーちゃんのトレードマークと言いますと、青と黄色の、あそばのお姉さんのハッピーにも書いてありますボーダーのお洋服となっております。むーちゃんイベントごとにお洋服変えてきますので、むーちゃんのお洋服ぜひご注目をよろしくお願いいたします。結構ありがとうございます。さあ、では最後いけますか。もう光らなくなっちゃったの、あー残念ね。くちばしに当たったらボタンを、あーもう寝かせ、はいどうぞ。はい、かくほらいい感じに曲も終わったよ、このままいきますよ、光ってるよ、大丈夫、光ってますとか言わんと、かく待ちでございます持っとくと、持っといた方が良かった。そうね、じゃあこれちょっと預かっておきましょうかね。じゃあかーくんは元気なポーズ皆さんにお届けしてください。せーの、うーんシャキーンということで、かーくんの決めポーズ無事決まりましたねあなた何を今お姉さんに指示出す大丈夫大丈夫大丈夫。さあ、かーくん頭には赤いとさか、口にはくちばし、そして両手にはじゃんということで羽が生えております。こちら宮崎の有名な地鶏、宮崎地頭鶏の格好となっております。とっても食いしん坊でいたずらっ子なカー君なんですけれども、カー君の得意なことと言いますと、せーの、お昼ご飯食べてキレキレとかパワーアップしてますね、お腹いっぱいになったね。カー君といったらダンスということで、3匹の中で一番キレキレのダンスを披露してくれますので、カー君のダンスぜひご注目をよろしくお願いいたします。ということで良いかこれでどうしたどうした、マッスルポーズがえらいことになっちゃうけど、まあ可愛いのでありとしましょうかね。さあ、ひーくん、むーちゃん、かーくん、今日は第5回宮崎よかもん市ということで、会場内たくさんお店出てますが、君たちは何か美味しいものは食べましたか。食べた、よかったよかったひくもなんか食べた、かくんもなんか食べた。じゃあむーちゃんから聞こうかな、むーちゃん何食べたの。ポテト食べたの。あ、ポテトと牛の串焼きみたい食べてた。美味しかったですか。美味しかったね、よかったよかった。まだ入る、まだ入るか、素晴らしい、まだ入るそうですよ。かくん何食べたの。うん、かくん聞いてます。サイレントで伝えるからわからんけどね、お姉さんもわかんない、かくん何食べてたんだって。でもあれでしょ、なんか甘いやつは食べてたよね。もうね、なんかすごくかくんがおすすめする高原町のお菓子屋さんだよね。うん、なんかもくもく食べてたけど美味しかったですか6年目はあれですか、スイーツ男子になりますか。なる、スイーツ男子目指していきましょう。ひーくん何食べた。
んだ君、あなたお米食べてたね、ご飯食べてた、鶏飯か、鶏飯食べてた、美味しかったですか、美味しいね、よかったよかった、みんな食いしん坊だね、すごい食いしん坊だね。まあね、今日ぐらいしかね、食べるもんないもんね、こうやっていっぱいね、県内各地の美味しいもの食べれるときじゃないですからね。じゃあ、ダンス終わったらまたちょっと見に行こうかね、家具壊さないでね。こけた大丈夫罰金言うたよ。あそこか何回もせんでいいよ。じゃあ、コーラ、プレステージ壊れちゃうからやめときましょうね。お時間があるので、まあ、ダンスに行く前にここからはお姉さんの大好きな無茶ぶりボックスのコーナーということでちょっと待っちゃってください。